ただいまより2023-24 シーズン決算報告会見を実施いたします。ノベルテックス静岡代表の松永と申します。チームスタートしたのはですね、2019年の10月にシーズンスタートしてますので、チームとしてはスタートから丸5年で6シーズン目がスタートしていくんですけども、会社としては6期、今7期目が4月1日からスタートしているというところを前段でご説明させていただきます。でミッションがですね、スポーツで日本一ワクワクする街へというところで、ブーストユアローカルという言葉を新たにプラスしております。全てはこの静岡のためにというところで、この静岡、我々のこのローカルをですね、ブーストさせていきたいというふうに思っております。でバリューです。ワオ、こちらの昨シーズンから言い始めた言葉なんですけども、静岡にまだ見ぬ驚きをというところで、皆さんがこうあっと驚くような驚きをですね、この町にあふれさせていけるように我々は取り組んでいきたいなというふうに思っております。でここからが事業の数字のところになっております。1218名のところがですね、2022-23なのでサクサク期のところです。798名、568名、これちょうどコロナ禍に当たっておりますので、少し数字としては苦しいところではありますけれども、サクサク期、少し回復傾向になってきたこの世の中で、1218名を達成、累計としては3万4000人というところで、でサク期の数字としては、2097名平均の累計62,897名という数字を残すことができました。 B2 の平均が2000いかないというところの中で、大きくステップアップできたシーズンだったかなというふうに思っております。でアカデミー生ですね、VSA ベルテックスポーツアカデミーという言い方をしてますけども、バスケットボールだけじゃなくてチアダンススクールだったりとか V キッズ、ユースも入れるとですね、累計582名というところで、昨体で、プラス 33% という数字を残しております。でクラブ公式の SNS の推移としてはですね、X プラス 25% で、ベルティのアカウント等々全て入れるとですね、1万7300件というところになっております。1万7300フォロワーですね、はい、で LINE の方も力を入れまして、プラス 245% の1万5000件弱というところです。で Instagram もプラス 43% という数字になっております。でここからが、ロードマップになっております。我々ロードという2030という言い方してるんですけども、発足当初、1.7 億の売り上げでした。そこからコロナのパンデミックが ありまして、右肩上がりではあるものの、大きな数字 の伸びはなかったという状況です。でサクサク期が 5.3 億というところ の売上数字でございました。サク期の決算の数字の売上がですね、9.3 億というところで大きく売上規模を伸ばすことができました。平均入社数も2000名を超えて、パートナー社数も200社を超えるというところで、本当に他のクラブさんにないくらい の成長率をしっかりと作ることができた、大変収穫のあるシーズンだったなというふうに思っております。チームとしてもですね、B3 から B2 にカテゴリーをアップさせ、降格も十分可能性としてあるシーズンではあったものの、しっかりプレーオフにも進出することができて、クラブチームの土台を作ることができたシーズンだったかなというふうに思っております。それを踏まえてですね、我々のロードマップの上昇修正をさせていただくことになりました。なんとか2930シーズンまでにですね、アリーナの完成予定というふうに書き方しているので、これはあくまで予定ではあるものの、我々これから B1 ライセンスも取っていくというところもありますので、なんとかそのアリーナ完成の前までにですね、売上規模としては20から25億くらいまで引っ張っていけるような計画を立てさせていただいております。こういった形でしっかりと毎年毎年成長していけるようなクラブチームを目指していきたいなというふうに思っております。はい。で我々の強みはですね、ストリングスはやはりこの超熱狂空間だというふうに思っております。やはりこの熱狂空間を作っていくためにはですね、やっぱりこう非日常空間を我々想像し続けなくてはいけないかなというふうに思っております。この後決算の数字になってくるんですけども、我々この静岡市中央体育館、2階に900席しかない、メインアリーナをですね、年間20試合前後興行を作っているわけなんですけども、この会場をですね、毎回作ってはそれを撤去し、作っては撤去しの連続で、やはりこの会場こそ我々が継続していかなくちゃいけない
ですけども、まあ、この会場を作り続けることが、まあ、この後出てきますけども我々の大きなビハインドになってしまっているっていうのも事実あるのかなというふうに思っております。でここからが2324シーズンの決算報告になっております。まあ、今までお話しさせてもらった通り急成長っていうところの裏にある大きな課題について今日は触れさせていただければなというふうに思っております。まあ、営業収入としてはですね、昨期が5億3900万というところがですね、今期9億3200万というところまで、まあ、昨年比でいうとプラス 70% というところで大きく成長させていただきました。対して費用なんですけども、まあ、昨期5億7500万というところに対して、まあ、今期9億8300万というところで、まあ、増収減益というところになっております。はい。まあ、営業利益としてはマイナス5100万、まあ、純利益としては3700万というところで、まあ、このような数字で出させていただいております。まあ、純利益マイナスの3700万というところが今の我々の自力というところで、まあ、しっかり表に出していこうというところで今回お出しさせていただいているという状況になっております。まあ、この後なぜこのマイナス3700万かみたいなところに触れさせていただくんですけども、まあ、3期で、まあ、今期も入れた昨期昨期今期というところで、対比で並ばさせていただいております。まあ、昨期ですね、スタート時点の、予算組としてはですね、まあ、8億ちょっといかないくらいの、まあ、営業事業収支で考えておりました。まあ、売上はですね、本当におかげさまで大きく9億3000万というところで 170% アップさせていただいております。まあ、対して費用というところで、まあ、どうしてもトップチーム、まあ、全体の 40%、まあ、実際弱ではあったんですけども、まあ、もう少しトップチームに、まあ、振りたかったっていうところはあるんですけども、まあ、やはり、まあ、我々工業のところでどうしてもビハインドといいますか大きくコストがかかってしまうっていう側面が、まあ、最初から見えていたので1億8000万というところで、まあ、全体の 20% くらいかかっているという状況です。まあ、対して売上なんですけども、やはり 60% 弱がですね、まあ、スポンサーパートナーにまだまだ頼らざるを得ない状況になっています。まあ、我々はしっかりこの入場料収入でも、まあ、全体の 10% なんですけども、まあ、他の B2 のクラブに比べて非常にチケットの購買率もすごく高いですし、このあたりもしっかり頑張ってくれてるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、少し早いですけども、まあ、今期の目標としては、まあ、10億を突破して、まあ、売上は最小、まあ、費用に関してはマックスといいますか、ちょっと多めに見て10億少し超えるくらいの予算規模で今期スタートしていきたいなというふうに思っております。で、まあ、B2 の平均、まあ、こちらも真ん中の数字ですけども、まあ、大きく B2 の平均は超えてきているのかなというふうに思っております。サクサク期でいうと5億3000万ほどだと思いますけども、まあ、我々9億3000万というところで B2 の平均は大きく超えているという状況です。で、まあ、ここでポイントとして触れたいなというふうに思っているのが、やはり興行の費用ですね、試合関連経費のところが、まあ、我々1億8000万のところに対して、まあ、B2 の平均が、まあ、9400万というところになっております。まあ、ほぼ倍に近い、まあ、数字になっているっていうのが、まあ、我々の特徴かなというふうに思っております。はい。で、1億8000万の内訳としてはですね、ちょっと見づらいんですけども、まあ、この数字が分かりやすいかなというふうに思ってるんですけども、まずこの左側の数字がですね、会場設営費用と言われるところになっております。まあ、ベースでかかるものとしてはですね、まあ、ひな壇椅子、まあ、この1階席の2000席に関してはですね、年間のリース料としては2300万ほどかかるという状況です。まあ、一説に換算すると153万というところになっております。まあ、保管費ですね、まあ、会場に置くことができないので、まあ、保管をしておかなくちゃいけないと、年間600万というところ、まあ、それを運搬、まあ、持ってきて、それを設営して、またばらして、まあ、保管する場所に持っていく、まあ、これが600万弱かかっていると。また、まあ、会場の使用料が、まあ、年間2300万ほどかかっていると。まあ、固定費だけで、まあ、5730万、一節に換算すると380万、一社に換算すると190万かかっているという状況です。で、半固定費、まあ、これは変動する費用なんですけども、まあ、警備費がその会場によって変わるので、まあ、警備費がまあ年間720万だったりとか、音響だったりとかも毎回毎回設営しなくちゃいけないので、まあ、こちらも3200万ほど、まあ、それを、まあ、撤去して設営してっていう費用も1800万、会場作るにもいろんなアルバイトさんも必要なので、まあ、人件費というところでまあ1000万弱と。で、まあ、トータルでいうと、まあ、一節818万
1社に換算すると400万というところが、まあ、コストとしてかかっていると、まあ、対して売上でいうと、まあ、今期、まあ9563万というところだったので、まあ、一節626万1社に換算すると313万の、まあ、売上が立っていると。で、まあ、収支で考えますと、まあ、もちろん赤字の状態、我々 の, その思い描くあの経営としては入場料収入とこの会場設営 の, そのコストをなんとかトントンにしていきたいんですが、まだまだここのあたりが帳尻が合ってないというのが、まあ、我々の大きな課題かなと。まあ、1節あたりに換算するとですね、まあ、マックス240万の赤字、1試合に換算するとマックス120万、まあ、シーズン通して15節30試合だとマイナス3600万 の,、まあ、事業赤字になっているというのが、まあ、我々の今の現状です。で、まあまあ、もちろん、まあ、先ほど の, まあ会場の装飾やめればいいじゃんみたいな話ももちろんあるのは承知であるものの、まあ、前段でも話をさせてもらった通り、我々の強みはですね、やはり非日常の、ワクワクするような会場の装飾だと自負してますので、まあ、なるべくそうですね、非日常空間を作っていきたいなというふうに思っております。で、利用料のところなんですけども、一席にあたり利用料がどれくらいかかっているかみたいなところを、まあ、積算したのがこちらの数字になっております。まあ、藤枝剣武道館、沼津市総合体育館さん、この花アリーナもそうですし、まあ、近場で言いますと II スタジアム、まあ、これは同じスポーツっていうところもありますけども、まあ、実際表に出ている数字を、まあ、並べたときに、まあ、大体250円前後から、まあ、エスプラさんだと128円、で、まあ、他の関東の B クラブさんにもいろいろヒアリングはしてるんですけども、まあ、1試合142円みたいなところあるんですけども、ホームアリーナの静岡市中央体育館はですね、実際1試合、まあ、1席777円というところが、まあ、かかっているという、まあ、現実がありますと。まあ、静岡市行政様にもですね、多大なるご支援、ご声援いただいているんですけども、まあ、減免の措置だったりとか、そういったところは交渉していかなくちゃいけないかなというふうに思っております。はい。まあ、今期ですね、4月1日からスタートしている、まあ、今期今シーズンの事業目標で言いますと、スローガン登るというスローガンにさせていただいております。まあ、ベルテックスの名前の象徴でもありますし、ロゴの象徴でもあります富士山をモチーフにしているんですけども、やはり日本一の山に登るがごとく、まあ、今シーズンしっかりと登っていきたいなというふうに思っております。大きな事業の目標としては2つあります。とにかく全試合満員御礼を作っていきたいなと。 85% が埋まれば満員御礼という一つのベースとして考えて、平均入社数としては2400名、総入社数としては7万人を超える数字を、まあ、作っていきたいなと。チームが、まあ、目標を掲げているのがですね、 B1 昇格かなというふうに思っております。本当に一丸となってですね、チームクラブが成長していけば、必ずこの B1 昇格は目指せるんじゃないかなというふうに思っております。で、最後にですね、まあ、B1 ライセンスの申請に関してになっております。B1 ライセンス取れますというふうに今大旗振って言うことはもちろんできないです。それはなぜならば我々でコントロールできないことが多分にあるからなんですけども、まあ、B1 ライセンス交付条件における、まあ、施設基準に、まあ、クリアできるアリーナ体育館がないという状況です。まあ、平たく言いますと、まあ、新設アリーナを建てるという、まあ、確からしさを出していかなくちゃいけないシーズンではあると思っております。静岡市行政さんともしっかり連携をしていきながらですね、まあ、しっかり足並みを揃えて会話できているんじゃないかなというふうに思っております。引き続きしっかりこのあたりは交渉していきながら前向きに進んでいるというところだけは今日強調させていただけたらなというふうに思っております。はい、すいません、長々になりましたけれども、ご清聴ありがとうございました。